皆さんこんにちは。クラシックアプリリアです。アプリリアっていうのはですね、イタリアの会社ですよね。はい、イタリアではまあ一時期はドカティとかもアプリリアの傘下でしたがね。どうでしたか。カジバの傘下。関係ない。変なこと言うんじゃない。アプリリアね。ツーストが多いんですよね。まあ今さすがに今はもうねフォーストになっちゃってたかと思うんですけど、しぶとくねツースト作ってましたよね。でこれもツーストなんですよ。うん、ねそのあたりがでいわゆるレーサーレプリカも作って、まあ今も作ってますよね。今どんなのなんですか？アプリリアなんとかファクトリーとかね、トゥオーノとか、チバーとか。マナーとかなんかいろんなのありますよね。で V ツイン今 V4 ですかね。すごいですよね。でちょっと前ですか、 RS250 っていうレーサーレプリカありましたよね。あれは鈴木さんのエンジンをね、ガンマのエンジンを搭載してたと思うんですけどね、カタログ値70馬力っていう250でね、嘘みたいなねありますよね。さあそんな、あれなんですけど、とりあえずですねキャブレターを清掃分解、バラしてね清掃しました。であとプラグ新しいのにして、あと燃料ホース新しいのつけました。はい、で、とりあえずですねこのデロルトっていうんですか、このキャブ面白いですよ。チョークっていうんですかね、スターターっていうんですか、要は蓋をするタイプですね。こうパチッてやるとこれチョークなんですけど止まるんですよ。で戻せないの、手じゃ。どうやって戻すかと、スロットルを開けるのと、戻るんですよ。まあ理にかなってるってかなってますけどね。面白い。さあそんな感じでエンジンを始動してみましょう。スイッチオン。エンジン始動。つかない。ポジションがついてるだけ。ポジションですからね。ヘッドライトじゃないですよ。ウインカーはつくんだけど、ホーンがならない。大丈夫。ブレーキランプはね、前はつかない。あ、体勢がつながってない。後ろはつく。後ろはつく。ってな感じで、エンジンはとりあえずかかるようになりましたね。ツーストだけどね、スムーズな音ですよね。これが長年ツーストを作り続けてきたアプリリアの実力ですよ。で水冷なんですよね。ただねちょっと気になるのは、水温計のマークがランプがずっとついてる。あとオイルランプもついてる。オイルはもう少しなんね、入れれば大丈夫だよね。水温計のあれはどうしてついてるんですかね。わからない。クーラント入ってるのかな、ちゃんと。ちょっとよくわからないんですけど、あとフロントフォークオイル持ってね、これ直した方がいいですよね。ただフォークシール入手しないと直せないですもんね。そればっかりはねちょっとね、うん、あとまあタイヤもヒビヒビになって、新しいのにしたらね、昔したらしいんですけどね、やっぱヒビヒビだって。だからまあなやっぱりね、まともに乗ろうとしたらお金かかりますよね。ね、かります。まあそのあたりはね、ということで、まあイタリアだからバーコはイタリアじゃないって。スウェーデンだって。あれおかしいな、これどこだ。バーコのオープンエンドレンチ珍しいですね。バーコって書いてあるバーコですよね。違うのかな。6mm、7mm、まあどうでもいいことです。でプラグはねこんな感じですね。これ交換しましたね。あとブレーキホースもこんなね、初めからこういう形じゃないですよね。こういう形になっちゃったんですよね、多分ね。ということで、とりあえずエンジンはかかるようになりましたから、走ることは可能みたいですね。うん。まあ、私がちょっとね、頼まれたのは、エンジンをかかるようにするっていうね、ところまでなんで。うん。そしたらですね、なんか後ろからね、水気のものがいっぱい出るんですよ、どん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 。いつまでも。吹かすと、ビューって。ガソリンっぽいんですよ。何ですかね。あれかな、かからないって言って散々ガソリンを送り込んでたんですかね。
それで溜まっちゃってましたからね。ね、チャンパーの中ね、ガソリンがね。マジで。すんごい出るんです。今のは出なかった。今吹かしたは出なかったですけど、いつまでも水浸しみたいな。水じゃない、ガソリン。オイルっていうわけでもない。まあ、ツーストだからガソリンとオイルが混ざってる感じですかね。いやー、最初大丈夫かなと思って、何が出てきてるのかなと思いましたけどね。うん、まあ、とりあえずですね。エンジンがかかるようになってよかったじゃありませんかね。うん、とりあえずオーバーフローもしてないし、うん、あとね、こうにじんできたりすると困っちゃうんですけど、それもないみたいですしね。うん、少しオイル入れました。ちょっとでオイルを次タンクの方にも入れようかなと思ったんですけど、ちょっとどこのオイル入ってるかわかんないから、ヤマハのオイルではないんです。色が違うんで。ちょっと飴色のタイプのオイルなんで。どこなんですか？カストロールですかね？どこですかね？アプリリア純正とか。まあ、とりあえずね。うん、で、私、申し訳ございませんが、明日、明後日はお休みをいただくことになっておりますので、ちょっとね。はい。遊ぶのかって遊ぶっていうか、私にとってはバイクをいじってる方がいいんですよ。そう、これがね、私にとってはね、最大のリフレッシュなんですよ。どっかに、こういうことで怒られますかね、どっか行くとか、まあそれも一つのねあれですけど、まあそれほどでもなんか疲れちゃう、どちらかというとね。ね、疲れないのか、いや、まあ、これはこれで疲れる。何よりもね、やっぱりこれで、やっぱり、私は、商売、お金になるのがいい。うん、ただ消費するのはあんまり過ぎちゃう。なんてこと言うんですか。ね、そう、金儲けが好きなんだよな。ね、別にその金儲けしてるつもりはないですけどね。うん、これだってね、そんな、大してね、あれですけど。ね、さ、こんな感じでね、18インチなんですね、前はね。なるほど、18インチか。これもしかしてあれじゃないですか、スポーク、ニップルは鉄だけど錆びてるから、これステンレスでしょね。ステンレスですよね、多分。わかんない、マグネットで、マグネットでましょう。ちゃんとしたマグネット、ニット高いの、ここで買うの？ あ、ステンレスだ。使わない。ニップルは鉄だ。あ、これ CT125 と一緒じゃないですか。ね。同じ構成ですよ。ハンターカブのね。素晴らしい。スポークは、ステンレス。ということで、アプリ、でもヘッドでつかないんだよな。なんでつかないのかな。なんか配線がどっか断線してて抜けてるとか、そんなパターンですかね。なんかこの辺にからね、なんか出てるの、これ何の配線なのかなとかね、これ思っちゃうんですよね。あとこのブレーキスイッチの配線がちょん切れちゃったんだね。ここにまとめてありました。多分こう繋がったのが切れちゃったんだね。だいたいブレーキマスターはどこのマスター？アプリリアって書いてあるけど、だいたいブレンボとかじゃないんですよ。違うんだね。いやーすごいな。うん、あとアプリリアっていうと、あれですよね、イタリアじゃないですか、ね、イタリアですよ、皆さん、イタリアっていいですよね、憧れますよね、どうぞないですか、はい、ボンジョールノとか、憧れないですか、チャオとか、ダメですか、ないですか、アリデベルチ、あ、消さないと、そんなことないですか、ね、アリデルチ、アリ、わかんない、なんかよくわかんない、難しいです。で、BMW とかね、いわゆるフラットツインとか、ああいうのじゃなくて、F800 シリーズとか、今だと思う、今だと F900 だったんですか ?F900 はちょっと私はわからないんですけど、800とかは、あと F650 とか、昔の短期とかですかね。あれ間違いなくイタリアで作ってますね。アプリリアのパーツいっぱい使ってるんで、外すとね、カバーとか外すと、BMW ってもちろん入ってるんですけど、アプリリアって入ってます。すごいですよね。このアプリリアは手広くやってますよね。すごいですよ。いやね、大したもんですね。あと大きい会社ですからね。多分。わかんないですけど。
ただイタリアで一番売っている、例えば125クラスとか 150cc クラスのスクーターはホンダさんです。イタリアホンダです。それは間違いないみたいですね。圧倒的にシェアはもうイタリアのホンダさんみたいですけどね、はい。そこに、キムコと、何でしたっけ、アプリリアじゃなくてなんとか、あ、ピアジオ、ピアジオですね。ピアジオが頑張ってると。アプリリアもスクーター作ってますよね。ダメなんですかね、アプリリアね。頑張んないとまずいよね。なんかないですか、ね、自国で売れないってのは辛いですね。自国で売ってるのに他国のやつが売ってるってどういう気持ちなんですかね。どういう感じなんですかね。日本だとほらね、ホンダっていうとホンダ、ヤマハ、スズキ、川崎はね、多くの方が乗るでしょ。で、輸入車っていうと、ああ壊れるからお金かかるから嫌だっていうイメージでしょ。であとどっかのバイク屋さん行っても、ああうちできない、修理できないですって、触れませんって言われちゃうでしょ。ほぼ 99% そうですよね。よかったですよね、うちがうちにぶつかってね。わかんない、他にもやってるとこありますけどね、はい。で、そのそういったね、他のイタリアとかだとどうだろうかね。キムコのバイクって言ったら、ああうちやらないっていう感じなの。それなんかちょっと中国っぽかった。ああうちやらない、それもおかしいな。うちなんだろう、やらないみたいな感じなんですかね。でもイタリアだといっぱい売れてるからね。ホンダ、キムコ、ピアジオみたいな感じですからね。やばいですよね。そうするとやってるとこいっぱいありますよね。他の国ってどうなんですかね。わかんないですよね、うん。まあ、いずれにしてもですね、私はやる。ね。面白いですよ、これ。変わってて。やっぱ面白い。面白い。うん。ね、楽しんじゃいけないですけどね。うん。でもやっぱりね、いいじゃないですか。やっぱ片付けないとね、ちょっと、休む前に片付けて休んだ方がいいですよね。出したまま、もう、これどこにしまおうかな。これをしまうことによって何かがしまえないんですよね。うちの車両がね。まあ、そんなね、はい、ぐらぐら話してもしょうがないんでね、そろそろ終わり、おいとまさせていただいて、はい。今日もね、暑い一日でしたけども、皆様、いかがでしたでしょうか。お体には本当にね、気をつけていただいて、また今年もね、楽しいかどうかわかりませんが、ね、夏を送っていただければと思います。はい。こんな感じで、店長も出してるんで、ご視聴ありがとうございました。